ジャジャウマならしは、1993年7月5日から9月20日まで、富士テレビ系列の全国ネットで毎週月曜21時21時54分に放送されていた日本のテレビドラマ。主演は中井貴一と水木ありさ。全12回。平均視聴率は21.8%。なお、これまで続いていたテレビ大分での同枠同時ネットは、 この作品が最後となった。人気俳優の中井貴一と当時、人気絶頂であったアイドルの水木有沙の意外な共演で平均21.8%の高視聴率を獲得し、話題を呼んだ。他にも、ブレーク直前であった内田明、石田一世武田正春、元上学美、三井ゆりら若手が多く起用された。また、脇役人は珍しく、 悪役を演じた草刈正を西村雅彦といった熟練派で固められた。星守ディレクターが前作放課後で使用したガーゴイル像や P.S. ディナーが再び登場し、以後、ヘルプなどでも使用されるなど星守る演出の定番となる。また洋楽ミュージシャンの名前が劇中の様々な固有名詞に使われていた。VHS、LD、DVD、 ブルーレイなども含めてソフト化については実現していない。また、テレビでの再放送なども極端に少なく、動画配信サービスでも配信されていない幻の作品として知られている。このドラマでの共演がきっかけで、中井は、完月主演のドラマ、ヘルプ、私を旅館に連れてって、などに、たびたび友情出演している。マーキュリーコーポレーション社員の山田隆一郎は、 社長の北原真由美と結婚するが、真由美は、結婚式が終わった直後に交通事故で死亡してしまう。さらに葬儀で悲しみに暮れる龍一郎の前に、真由美の娘と名乗る北原夏美が姿を現す。父子として二人で暮らすようになるが、経営の実験を狙う、取締役、久保高辻の暗役により突然、龍一郎は失脚して、次期社長の座を追われて、クビになる。 さらに、真由美の遺産であった皇邸をも手放さざるを得なくなり、木造ボロのアパート、フィルコリンズ世田谷に移り住む羽目となる。そして、龍一郎は、夏美の父親代わりになることと、夢であったテーマパーク、マーキュリーランドを建設しようとする。仕事を失った龍一郎は、夏美の学費のためにアルバイトをしながら頑張ろうとするが、匿名の振り込みがあり、夏美の学費をまかなえることになる。 そして、マーキュリーコーポレーションにも、社員として戻ることができた竜一郎は、亡くなった真由美の夢であった、テーマパーク建設されるはずの土地が久保田による、商業開発が進められていることや、夏美を養女にしようとしていることを知り、入社を諦めて阻止しようとする。匿名での振り込みは、アメリカにいる夏美の実の父親、伊部まことからだった。そして、そのジップが夏美に会いに、 日本へやってきて、竜一郎に父親だと打ち明ける。そんな時、竜一郎に以前から好意を寄せていた、良子の気持ちに応えようと、竜一郎は良子にプロポーズした。それを偶然聞いてしまった夏美は、自分が邪魔になるのではと思い、ジップとアメリカで切らすことを決意する。だが、それを知った竜一は空港へ行き、夏美を止め、改めて一緒に暮らすことになる。久保田の息子である、 久保田はじめや、幼馴染みの玉木彩の力を借りて、久保田の商業開発を阻止することに成功する。しかしそんな時、自分に片思いしている変わり者だと思っていた、友人の清水直人が病気で亡くなってしまう。竜一郎を男性として意識し始めていた夏美は、友人の死によって、自分の気持ちに素直になろうと思い、竜一郎に告白をする。 商業開発を失敗した久保田は、竜一郎を落とし入れようと、偽の帳簿をでっち上げ、横領の罪で竜一郎は、逮捕されてしまう。夏美は社員である良子の助けも借り、本物の帳簿を手に入れることに成功し、竜一郎は釈放される。久保田は、社長の座を追われることになり、竜一郎は再び、マーキュリーコーポレーションの社長として、夢である。 テーマパーク建設に意欲を見せるのだった。夏美の告白に最初は戸惑っていた、龍一郎も、良子ではなく、夏美が好きなことに気づき、二人は結婚することになる。二人の結婚式の場面で、ハッピーエンドで、物語は幕を閉じようとするが、ドラマ内で、北原真由美の豪邸として登場した、九子が庭園の正面。ドラマ内で、 北原真由美の豪邸として登場した、旧古賀庭園の東側。最終話のエピローグでは、後日談として、数年後、再び大波乱の運命が主人公二人に訪れる、ことになるという、続編の予告編が放送されている。これはこのドラマが、次回の予告編を放送する形式であったため、架空の予告編として作られたものである。よって、 2020年に至るまで続編などは制作されておらず、一種のパロディ的な演出とされている。波乱万丈だった主人公たちが今後も同様であるという内容である。エピローグは下記のような内容である。また、この最終話の架空予告編の冒頭での山田隆一郎のセリフは最終話の編集終了後、最終チェックでどうしても納得できなかったプロデューサーが、 このセリフを言わせるだけのために、真夜中に中井貴一を呼び出して収録したものである。女子ラクロスのスティック制作、富士テレビ、制作著作、共同テレビ DVD 販売などされておらず、作品の人気に反して再放送などが極めて少ない作品であるが、全く再放送されないわけではない。スカパーでは定期的に再放送されている。過去にその一部ではあるが、 一覧をあげる。ありがとうございます。